妖者出現に呼応して妖魔が各地を襲撃していた。英雄たちは討伐軍を組織して対抗したが、妖魔の勢いは衰えず、戦いは一進一退を繰り返す。そんな中、討伐軍の連士のもとに味方が襲われているとの報が届く。その時、連士のそばには異界から来た2人の英雄がいた。かつて自分が経験した魔人による惨禍を妖魔との戦いに重ねる女戦士レイチェル、そして人々を救いたいと願う聖女ジャンヌ・ダルク。これ以上妖魔の好きにはさせない。思いを一つにした三人が今武器を取って立ち上がる。平和を取り戻したいだけなの。そのためには戦うしか道がないなんて。妖魔を全て潰せば戦いは終わる。だったら迷っている暇はないわ。今の私たちには生き残ることが第一です。あなたには苦しい選択でしょうけれど、でも私たちが戦うことで守れる人がいる。そう思うから私は戦場に立てます。戦わなければ味方の苦しみは終わらない。それでもよかったらここに残ればいい。いいえ、私も戦います。いつか訪れる平和を信じていたいから。砦で民が妖魔に襲われています。なんとしても助けなくては。どきなさい。急いで向かいましょう。どきなさい。妖魔の勢いはまだまだ衰えない。でも必ずこの手で狩り尽くしてやる。この地面に。どきなさい。これほどの能力。なんだ。どきなさい。私はまだ戦い続けなければいけないのです。どきなさい。行かせてもらうわね。おお、申し分ない働きだ。どきなさい。救援。おしまいにする。ありがとうございます。行くわよ。妖魔を叩き潰す。待ってください。無理に攻めるのは危険です。それに戦いは最小限にとどめた方が。甘いわ。奴らの容赦しないわ。戦いを少なくしたい。なおのことよ。人間どもめ、数が増えたくらいでいい気になるなよ。今は言い争っている時ではありません。今ホームは続々とこちらへ向かっています。ひとまず守りに徹してはいかがでしょう。分かった。これで妖魔が薙払う。そういうのはそれでいいのよ。おお、一段と冴えておいでですな。骨ごと噛み砕いてくれ。スネス。行きます。ゲンダマめ、調子に乗るな。
潰されるのはあなた。行きます。勇気を誓え。無表、やりやがったな。骨ごと噛み砕いて。そろそろ疲れてきたんじゃないか。ここらで終わりにしてくれる。一段と冴えておいでですな。私が倒しました。よう、見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。祈りを届け。熱障りとどめよ。消えて。消え、敵の魂、私が狩り取った。ここで口当てろ。消してくれよ。黙って私に倒されなさい。これぐらいにしといて。みんなに癒しい。歴史も打ち取ったわ。癒しい。せいぜいあがくがいい。龍馬の数も減ってきました。もう少しの辛抱です。はい。この世界戦いをなくさなくても、できることなら戦いたくありません。でも今は皆のために戦います。戦う理由は迷わずに戦えるのそれでいい。守りきれたようですね。これで何軍は大丈夫でしょう。目障りね。陥落寸前と聞いておった。行きます。敵に相当な猛者が現れたということか。ならばそれもよい。強き者ならば我が傀儡とするまでよ。来た。あんな男に私は操られたりしない。申し分ない働きだ。勇気を力に。おお、一段と冴えておいでですな。行きます。Thank you.
骨ごと噛み砕いてくれ。帝軍軍決して許せない。守りいらず、あなたの首筋などなりません。もうあんな思いはたくさんある。二度とあなたの首筋になどならないわ。今日こそあなたを買ってみせる。あがきたいだけあがくがよ。力尽き諦めた時、我が輩の首筋となる。剣闘に免じて引くとしよう。敵将、私が倒しました。我が輩の傀儡としたかったが、今日のところは引き下がろう。人は悲しみ、大地は傷つき、戦いはいつまで続くのでしょう。敵をすべて潰すまで終わりはしない。守りたいものがあるなら、そのくらいの覚悟はすることね。ええ、それでも私は。人には皆それぞれの思いがあります。悲しみも優しさも、そしてそれを束ねることで人は強くなります。共に進みましょう。それがきっと時と場所を超えて出会った私たちがなすべきことです。絆の勝利です。いろんな思いを束ねることで強くなれる。蓮子殿の言葉には光を感じました。私たちがこの地で出会ったのは人の力を一つにするためなのだと信じます。私はただ魔人を、この世界ではあの妖魔を潰すために戦ってきた。戦うことでいずれこの闇夜が明ける。あなたの言う平和もきっと似ているわね。皆が戦いの終わりを求めて、そのために戦い続けている。そう信じるからこそ強大な妖者にも立ち向かえるのです。さあ戻りましょう。私たちの力を待っている人たちのもとへ。